2週目、若事故。やあ、先生の圭介です。落書きピースフル2週目のパート1、入っていきます。2週目、やってほしいっていうご要望が1人だったか、あったんで、ていうか俺も、イケメンのラスボスの不良を倒したいって思ったんで、2週目やっていきます。さて、2週目はね、急ピッチでどんどん進めていくんですけど、2つほど達成したいものがあるんですよ。1つは分かる通り、不良、最後のラスボスの不良を倒したいってことなんですけど、あれ、倒すんだったら、ピースエンドとピースフルエンドの2つに分かれるんですよ。前回は負けたんでバッドエンドだったんですけど、ピースフルエンドとピースエンドっていうのがあって、ピースフルエンドっていういい方の方を狙っていきます。で、ピースフルエンドっていうのを達成するにはゴミ拾いまくって、ゴミオブザクイーンっていうあだ名、称号をもらわんかったらなれ、意見みたいなんで、ゴミを拾いまくって上で、ゲームをクリアしたいっていうのが一つ。もう一つは、リンちゃん、ヤンドルリンちゃん、リンザギヤマおるでしょ？を闇状態から回復させることができるらしいんですよ。だからその2つを達成するために達成できるように2週目頑張っていきたいと思いますって感じです。こんな感じでね、1日目の1時間目やけど、こんな感じで前回のステータスを引き継いだ状態で始まっております。できるだけどんどん勝っ、もう90ピッチでやるからね、細かいところには触れないからね。俺10分休み話しかけて、多分これは1周目で見たな、これ。からスキップで。あ、これ1周目見てない方を見るってもいいかもしれんな。けど1周目どっち見たっけな。あ、ジャージの話見たか。じゃあこっちか。見てないわ。授業やる気がないよね。授業やる気出ないよね。私、眠くて。ちゃんとしの、べし。カツを入れられた。気分がちょっとだけ上昇。完全にゴメスド M だろ、お前。ちょっと縛かれて気分が上がるってどういうことな。というわけでゴミ拾っていきまーす。あ、ゴミ拾うんじゃなくてさ、こっちを黒板の絵消して、そっちのクイーンになってもいいらしいんやけど、ゴミの方でいきます。なんか色違うんやけど。こんなカラフルなゴミあったっけ？拾っとこう。ああ、拾う選ばんかったらあかんのか。もらっとくか。あれ？いやー、そうか、もらっとくが拾うになるんか。え、これもらっとくが拾う、清掃、え、どっちなんだろう。ゴミ用物件拾いまくるやけん、どっちなんだろうって感じやけど、清掃の方で行こう。仕方ないな。で、たまるでこうなるんか。ゴミ拾いが趣味の人。あ、これがどんどんレベルが上がってクイーンなんかな。だとしたら清掃の方がいいんかな。このバケの展開も多分見たと思う。あ、捨てた。これ見たわ。これは一瞬目で見たわ。カット。見たらカット。見たやつはカット。そして何かしらしようで、寝ろ。寝よ。どんどん寝る。どんどん寝る。どんどん寝る。先生が止めるまで寝る。よし。すごい展開で進んでいく気がする。今回、2週目がすごい展開で進んでいく気がするぞ。清掃。明治になった。あ、これがクイーンになっていくんじゃ。多分奈々ちゃんがクイーンみたいなことを呼んでくるんじゃ。そこまであれ、拾いまくればいいんだ、多分。生きたゴミ収集者。こんな証拠はあるんじゃ。これは、奈々ちゃん、お前。どんどん穴つけてくるやん。3個ぐらい拾うたびにつけてくるやな。お前、なんか面白くなってきた。2周目、意外と面白いな。1周目で見れんことが見えたりして。あ、リンちゃん出てきた。初登場の時がこれが。私と死んで、で、ここスキップして、あ、戦闘に入るんだ、そうじゃ。あ、一回目リンちゃん倒せんかったんやな、確か。学力あんま使いたくないけん、宇宙の神秘あたりで、こういう、間違えた。神秘あたりで攻撃しといて、と。レクライクラム。一撃だー！一撃だー！一周目勝てんかったけど、こんだけ力の差がついたんじゃ。なるほどな。へえ、成長するもんやな、3日筋トレすれば。ああ、びっくりした。でも、勝ててよかった。そうやな。一撃で勝てるもんなんやな、もう。休み時間を楽しもうっと。りんちゃん、どこ行ったんや。りんざきやまどこ行ったんや。りんざきやまとの話なかったよ。勝った後もりんざきやとも話ないんか。そうか、なんかちょっとかわいそう。これは見たわ。
あのチェリー使っていいって見たけんな、一周目で見たやつじゃ。スキップじゃないわ、拾って清掃。そうそう、次の称号出た、ゴミ拾いマスター、マスターになりました。もうソムリエ感覚です。もうバーを開くんやな、ゴミのバーって何や。毎回の反応が別に嬉しくないっていう、ゴメスの反応もうちょいボキャブラリーないんか。妄想は結局100で止まるんやな、2周目でも。体力均等で上げていくんが本当にいいことなんかちょっと微妙な。おっと、新庄奈々って選んだな、1周目これ。ネタで真面目に当てに行こうって言いたいけど、2択なんかこれ分からんのよなこれ。村上さん、はずれー。そう、俺運命力ないわ、眠る。よし、昼休み入った。会話はいいや、とりあえずマスターやったっけ、ちゃうな、マスターはもうなった、あれにならんかったらクイーンにならんかったら、とりあえずクイーンになることが優先に行こう。あーあーブーブー歌いながら現れた。あ、キル言うて言うて捨てたやつじゃ、これはやったな、1周目捨てとる。よっしゃ、拾っとこう。まあこれも見たけんスキップするけどね。で、あ、クイーンへの道は遠いってことか、3回拾ったのに。なるほどな、クイーンへの道はまだ遠いな。勉強、当てられた。高温動物、あーこれか、これ1周目にあったやつじゃ、どっちだったっけ。平穏動物か。あずやー、一周目当てたやん、これ。一周目当てたぞ、これ。一周目当てたじゃん。ね、走ったよ、俺。そう、気分が普通になってしまった。適当にやりよったら。急ピッチにやりようけんな。あ、クイーンになった。とうとうクイーンになった。よ、ゴメオブクイーン。別に嬉しくない。最後までゴメスの反応が一緒だった。証拠を最高峰に達した。だから嬉しくないって。こういうパターンなんじゃ。よっしゃ。これでとりあえず一つ条件クリアしたんで、ゴミ拾ってもいいんやけどね。あ、もらっとくよ、しとくか。調達や、ゴミの調達しとこう。消しカス。あ、川上何やってるの、これ見たっけ。エイタくん、何やってるのじゃないでしょ。こんな大量に消しカスやったかな、これ。わからん。あ、なんか知らんけど、ノートできたぞ。あ、なんかこれノートの話あったぞ、これ。ちょっと待ってくださいね。あったわ。そうじゃ、俺ノート、これどっちか拾ったら、リンザキヤマが出てくるパターンで。やっぱり攻略サイト乗っとったわ。確か茶色ノート選ぶのではなくて書いとったのよ、あの攻略サイト。だからこっち選ばなあかんのじゃ、リンザキヤマの登場シーンじゃ、これ確か。ちょっとこれセーブ、ちゃんとセーブしておこう、俺。ちゃんとやっとかな。間違った時にあったらまずいもんな。間違った時にもらっとくで、こっちの方選べってことだったんじゃ。で、リンザキヤマもこっちに、エイタ君だったんかい。あれ、リンザキヤマじゃなかったよ、これ。それ、俺の返して、マジで。いいけど、もう少し数捨てないで誓って。面倒いし。じゃあ、ダメ。あ、嘘です。捨てないから返して。それには俺の3年間研究した宇宙人の記録が。え、オカルト研究部なのか、君。あ、そんなこと言おったっけ。は、宇宙人？思わず反応してしまう。だあ、いいから返せ。お前だってどうせ俺のことを変なやつだって言うんだろ。正解だ。別に非難したわけじゃないのに、エイタ君はカンカンに怒った。これがツンデレってやつか。違うな。おいどうしたんだ。素晴らしい。どうしたゴメス。まさか3年1組に私と同じように宇宙を愛する者がいたとは。ゴメス、宇宙愛するエピソードなかったやん。なんか技名に宇宙とかあったけどさ、それっぽいところを見せたことなかったやん。え、宇宙人と聞いて目を輝かせる私にエイダ君は立ち退いた。まさかのリアクションって感じ。でも私だって生粋の宇宙マニアなのだ。詳しかったらかな、なんかぜひそのノートを見せてください。川上も宇宙に興味があるのか。
この笑顔。当然じゃないか。何のためにオカケン入ったと思ってるんだ。そういえば川上はオカルト研究部だったな。部員はほぼ私一人だったけどね。俺も入ればよかった。仲良くなった。凛崎山はどこ行ったん？結局凛崎山が出てきてないよ。凛崎山選択して話せる立場におったっけ？おらんかったような気がするんだけどね。これ勉強って要するには MP みたいな感じよね。だったら攻撃力、体力と攻撃力を上げた方が、重点的に上げた方がいいような気がする。特に攻撃力ような気がしてきたわ今。凛崎山出てこんようになった。もう披露も必要ないし、どうしようかな。あんま2つやりたいことがあったみたいな発表したけどさ、もう1つ達成できるような目標があったみたいな感じがあったんよな。それがこいつ、名前忘れた。エイタくんに話しかけ続けたらエイタエンドみたいなのがあるみたいな話をしたけどな。それじゃなんかピースフルエンドと被ってしまうんじゃないかって思ったけど、やめとこうと思ったけど、いや。村尾消そう。あ、こっちの、そうじゃ、こっちの絵の方の、絵を消す方のクイーンにもなってしまおうか。この際片方でいいんやけどさ。凛崎山どこ行ったん？凛崎山どこ行ったん？まあいいや。凛崎山どこ行ったんだろう。とにかくバンバンスキップスキップランランランじゃ。で、筋トレ。凛崎山どこ行ったか知らんけど。で、一日ゲームが早始ま終わってしまったよ。もうスキップしまくるようだらこんな感じになってしまいます。まあ1周目、2周目やけんね。どんどん飛ばせるところは飛ばしていこうのパターンですよ。かんごかんご待って。あれ、凛崎山どこ行ったん本当に。てか6人もこんなに人数おったっけ。あ、そうじゃ、確かスプラトゥーンがおらんかったんかな前回。ただ1周目の動画見返してみたらさ、やっぱスプラトゥーンと話す選択肢ってなかったんやな。だったらスプラトゥーン話そう。これ一周目見てないからな。部長使ってみた？ああ、使ってみたよ。あれさ、地面に埋めたらさ、いい植物育つんやな。ありがとう。え、私その使うとかあげるとか未だによくわからない。立場で言えばゴメスちゃんとナナちゃんみたいなもんだよ。ゴメス非難されてるぞ。その友好関係がないバージョン。友好関係もないか、お前の場合は。それでただの奴隷なんじゃ。ならそういうことにしよう。しちゃうの？スプラトゥーン。そんな気軽に。要するにあれなんだろうな。スプラトゥーンでセンサーで追撃するサブがあるけどさ、そういう感じなんやろうな、感覚は。美術室のものを使いたかったらいつでも使えるし、家に帰るバス代がなかったら足になってもらえばいいし。やばい、鈴宮春日が今日のことをさ、もう足に使うごとくやな。足になるって、周一くん車で学校来てるの？うん、文字通り乗っかるのか。私はヨイちゃんが地面に手足をつく周一くんにまたがって登下校している姿を想像した。奴隷以外の何者でもないよ。 SM プレイって見られてもおかしくないね。バカな、いらないよ。そう言わないでよ。私だっていらないんだから。いらんのかよお前。じゃあなおさら、ヨイちゃんは純粋に頭がいい子だと思っていたのに、実は結構悪い子なのかな。悪だったな。そういう人も本当に凛崎山がおらんのよな。てか人数おない、こんなにおったっけの状態やよ。まあいいや、とりあえず条件を達成できたけんやったの状態なんよな。今ももらっとこう、アイテム一つ。なんかアイテム持ってる、アイテムによってはこのトレーニングの時のステータスの上がり具合に影響を及ぼすみたいなのがあるけん、いいやつを拾っていきたいな。筋トレじゃ、パワー上げよう。コイル不足だったもんな多分。1周目勝てんかったんは多分ね。ああこういう話、選択肢これはちゃんと選ばな。あ、彼氏について聞いたな1周目は。じゃあ食べ物はあんまどうでもいいけん、進路の方について聞こうか。なあちゃんは進路決まったんだよね。
奈々ちゃんがどんな進路を取るかってちょっと気になるな。お前ヤクザの事務所に入るみたいなこと言うんじゃないぞ。うん、秘書の専門に行くことになったね。秘書、ああなんか意外、チンピラやいお会いにはなんか秘書って意外。あ、そうか、秘書兼ボディーガード的な感じか。なるほどな、それだったら納得じゃ。あんたは天文学系の学校かな。結構ボケもなく真面目やなお前ら。頭良さそう、大丈夫なの。失礼な。なんか黒板ね、変な絵ありますけど、なんすかこれ。清掃、なにこれ、秀一くんの顔。イケメンすぎて似てないよ。確かにイケメンやけどさ、目の毒、目の毒。ひどい言いようやな。誰の顔が目の毒だって。ひぃ、突然背後に立たないでよ。なんなんこれ、もう一つあるな。なんだこれ、なんて書いてんのこれ。おお、おきせんしたい、え、なんて読む、小さくてちょっと読めんなこれ、わからん。なんて書いてんのこれ。黒板消しが趣味、あ、こっちの趣味、あ、今度趣味を言い渡すやつお前かい、スプラトゥーン。どうか、お前だったんか。よっしゃ、セーブで、ここをセーブ使ってと。というわけで2周目結構展開があるけん、もしかしたら2周目パート3つか4つぐらいで終わりそうやな。いい感じ、いい感じ。意外と1周目で見れんかった部分もあったし、満足やなこれ。2周目も、2周目ってやったことだらけでさ、やり直すって感じがして俺好きじゃないんやけど、これはいける、これは楽しめるわ。スキップ機能もあるしいいなこれ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。なんか2周目が1周目とだいぶ展開変わってきてるような気がするよね。リンザキヤマが出てくるタイミングが遅うなってるし、会話相手にスプラトゥーンが登場しとったし、今回のパートもそうでしたが、1周目で見られなかったものを楽しんでいくっていう感じでやっていきたいと思います。